グラニオン、グラニオンはアメリカ海軍のガトウ級潜水艦の5番艦。艦名はアメリカ西海岸に生息するトウゴロイワシメの複数種の総称、グラニオン、グルニ、オンに由来する。同系艦、シルバーサイズの由来となったトウゴロイワシメ全体の総称であるシルバー水道よりも限定された種を表す。グラニオンは1941年コネチカット州。 グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1941年12月22日に少々の夫人によって浸水し、1942年4月11日に艦長マナートエル・エヴェル少佐、アナリス1926年組の指揮下収益した。ニューロンドンでの成長後、グラニオンは1942年5月24日に太平洋に向けて航海を始める。 パナマ運河へ向けて、カリブ海を航行中の5月31日午後、グラニオンはの地点で16名が乗っていた9名、ボトを発見する。この16名は、去る5月27日に、ドイツの U ボートによって撃沈された、貨物船、ジャックの生存者であった。グラニオンは、約1時間かけて遭難者全員を救助した。グラニオンは6月3日にここソロに到着。 ジャックの遭難者を下官させる。ここソロ停泊中に、太平洋艦隊潜水部隊、ロバート・ H ・イングリッシュ少将に編入され、6月6日に、ここソロを出港。その後、6月20日に、真珠湾に到着した。グラニオンは10日間の訓練後6月30日に、真珠湾を出港し、ミッドウェイ島に到着する。その後第6潜水船隊の管轄である。 アリューシャン列島へ向けて最初の紹介を実施する。この方面にはそれまで旧式の潜水艦しか配備されていなかった。最初の報告は7月15日に行われ、キスカ島北部での紹介で日本海軍の駆逐艦に対して魚雷を3本発射したが命中しなかったと、うものであった。グラニオンは7月を通してキスカ島近辺で活動した。その7月15日、 グラニオンは、キスカ湾外で、大戦相当中の第13区船隊を攻撃し、そのうちの第25号区船艇と第27号区船艇を位置で撃沈した。残りの第26号区船艇にも一本が向かったが、機関化巡視艦の突破の後判断で回避され、キスカ島海岸の砂浜に打ち上がった。当時キスカ湾内には、駆逐艦暁や特設艦船がいたが、 大した反撃はしなかった。7月30日に集中的な対戦活動を行い、キスカ沖は緊密な警戒幕が敷かれている。本艦の残留魚雷10本と報告、ダッチハーバーへの帰還を命じられた。これが、グラニオンの存在が、アメリカ側に確認された最後となった。その後キスカ島付近で消息を立ち、11月2日、除籍された。 7月31日朝、グラニオンは、護衛艦艇と分かれて、キスカ島白地に入港しようとしていた、特設運送船六夜丸、国際機船、8572トンを発見した。カノマルは、第26号船艇護衛の下、2隻で、東北東方面から、キスカ島の白地に入港する予定だった。30日12時頃には、キスカ湾内に到着したものの、ノームで、 第26号区選定を確認することができず、霧が晴れるのを待ち漂白。霧が晴れてから単独で入港することとなった。15時30分、故障を起こした二式水上戦闘機を要収した。31日になり霧も薄くなり、位置確認を行った上で、予定航路を15ノットの速力で、湾内に向けて航海中の5時47分、カノマルは、魚雷2本が、 右限前方から接近してくるのを見た。一本は回避したが、もう一本が命中し、右限機械室を破壊したため、カノマルは高校不能となった。カノマルの見張り員が、船尾をめぐって、左舷側に移動する、潜望鏡を発見。8センチ砲とブリッジ上の機銃で、潜望鏡が動いているあたりを攻撃した。5時57分、カノマルは二度目の雷撃を受けた。しかし、 おそらくは、カノマルに止めを刺すはずであった一本の魚雷は、深度が深すぎて、船底を通過し去っていった。六時七分、カノマルは三度目の雷撃を受け、発射された三本の魚雷のうち二本が命中した。しかし、幸いにこの魚雷は二本とも爆発せず、命中の衝撃で魚雷の頭部が折れて沈んでしまった。周囲に敵もいなかったので、グラニオンはメートルにまで接近し、 不条砲線で、カノマルを始末しようとしたのか、不条を開始。これを見た、カノマルが全部8センチ砲で、粉網がっているあたりを集中的に砲撃したところ、6時10分頃に、ロイータだした、環境部と思われる部分に命中。最初に射撃を開始してから84発目のことで、あった。その結果、水煙噴出とともに、水中爆発音が聞こえ、周囲には、 重油型量に盛り上がりながら流出していた。6時35分、基地から航空機3機が飛来し、また不設定浮島と一旦はぐれた第26号区選艇も駆けつけた。グラニオンは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞している。また、主君のカノマルは特設運送船菊川丸、川崎汽船3833トンに、 栄光されて、キスカ島に到着。同島で修理中の同年9月15日に、米陸軍航空隊の爆撃を受けて、座礁、放棄された。また、カノマルの入港時に護衛をしていた第26号区船艇は、グラニオンの攻撃を受けた第13区船艇に所属しており、第25号区船艇、第27号区船艇の沈没を目撃している。 同定は1945年7月30日、朝鮮半島沈海沖にて、アメリカ関西機の攻撃を受け沈没している。日本側の記録には、当時キスカ島近辺で7月30日以降に、日本海軍が対戦攻撃を行った、はっきりとした記録は少なかったことから、少なくともアメリカ側においては喪失原因は長らくなぞ、あるいは嫌いによるものとされていた。 カノマル監督官であった、愛浦ウ一海軍大佐の手記が、防衛研究所戦士室編、戦士総書二29北東方面海軍作戦及び、戦士総書四46海上を護衛戦に一部、掲載されのが1969年と1971年。これに基づいて、雑誌、シーパワーに、感染研究家の木又茂雄が、この事実を書いたのが1985年。 さらにアイウラの別の機構や、カノマル乗船者による手記も多数あったが、これらの裏付けを取るきっかけの一つとなったのが、j-aircraft.com 掲示板。現在は閉鎖でのやり取りである。ウォーバーズの質問コーナー、アンスックに寄せられた質問によると、その掲示板に、カノマルの残骸の一部を所有している人物からの書き込みがあり、 それにハンドルネーム、イワという日本人がカノマルとグラニオンの関わりについて返事をアイウらし式の翻訳を添えていたところ、グラニオン関係者からの問い合わせがあり、それがきっかけになって真相究明の流れに結びついた。艦長のエベール少佐には不明となった1942年当時3人の息子、長男のブルース、次男のブラッド及び三男のがいた。 彼らは長じて、後に、グラニオンの探索に取り組んだ。その資金はの創始者でもあったジョンが大半を負担した。背景には、ジョンと、客船タイタニックやドイツ戦艦、ビスマルクの調査で知られた、海洋地質学者のとの論争の後、バラードが創作への参加を拒んだことが挙げられる。探索は、アリューシャン列島近海で行われた。2002年には、日本政府関係者及び、 退役軍人が探索に加わった。エベール兄弟は加えて、同海域での日本海軍の創出艇、苦戦艇数隻及び、駆逐艦あられの探索も行った。2006年には、防衛庁技術研究本部図書館に所蔵してあった、カノマル戦闘商法にあった海図から沈没桶を割り出し、これをきっかけとして、さらなる潜水探査を実施した。 2006年8月に探索船アクイラはブルース・エベールにソナーの画像を中継した。1800フィートの深海で得られた画像には環境と潜望鏡のマストであろう特徴を備えたスベラで長方形の物体が描かれていた。2007年8月に行われた二次調査での画像ではその物体が長らく消息が不明であったグラニオンであろうことが明らかになった。 最終的な調査結果は2008年10月3日にアメリカ海軍によって認定され、これを受けて10月11日にクリーブランドで博物観戦として保存されているコットにおいてグラニオン乗組員の告別式が取り行われた。なお、次男のブラッドはこれに先立つ2008年5月に亡くなりアメリカ海軍による認定を生きて聞くことはできなかった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。